あと30日。あと30日かい。今日は、油断してたわ。くるみさんですね。くるみさんで、噂を入手しに行きます。珍しくトイレなんだよね。どの辺ぐらいまで近づけばいい？そしたら私のことじっと見るのよ。なんとか精神とかブツブツつぶやきながら、すごい匂いだったんだけど私怖くて動けなくてさ。そういえばうちのクラスにもいたっけね。で、はいはい。ねえねえ、何のお話してんの？くるみも混ぜてほしいな。シーナ知ってる？高架下の公園にね、あんたの友達が引っ越してきたよ。友達？ちょっと会話送りが早いままだな。そう、そいつも宇宙から来たんだけど、シーナにすごく会いたいって言ってたよ。ほんと？ほんとほんと。だから絶対に会いに行った方がいいよ。いや、いたずらが過ぎるな。公園の友達の噂を手に入れた。まあよくある、よく典型的ないじめだよな。ちょっと設定変えます。メッセージの表示を通にして、オッケーオッケー。なんだなんだ、これは誰だ、誰と誰だ、誰、これ、これ誰だ。高架下の公園に変な人がいるって噂だよね。私は見たことないんだけど。さっきの話に、お母さんに話したら帰り道変えなさいって。いや、でもこの街は帰り道変えたところでどうにもならない力があるよね。こっちの子は一緒かな。一緒っぽいな。あ、一緒か。ギルミってそういう人いないと思ってたんだけど。いや、そんなこと、そんな人しかいないよ。むしろ君たちはヒルミのこと何も分かってないね。ひらうちまゆちゃん、プールだね。ね、サンゴちゃん。ちっ、嬉しそうな顔しちゃって。プールとか嫌いそう。あんたなんか仲間じゃないね。あー、そっか、サンゴちゃんはプール嫌いなんだね。人は陸上の生き物だよ。じゃあメロスは何の生き物？あの犬は犬でしょ。でもメロスは泳ぐのよ。ナオ君から聞いたの。犬かきっていうの。それでね、今日くるみもやってみるよ。犬かき？ふんふん、よかったね。じゃあくるみはプールの生き物なのね。わーい。幸せそうだな、くるみちゃんは。三女ケイナー。ケイナちゃん、今日も元気そうだね。ところでバスケ部の話考えといてくれた？うん、忘れてた。じゃあまた考えといてね。三条はすごいよな。うん、絶対いいやつだよな、三条は。いや、でもちょっとバカにしてんのかな。ちょっとバカにしちゃ、今見逃してないよ俺。ということで放課後でございます。公園の友達の噂、今日やっていく噂だね。公園に椎名さんの友達？うん、お引越ししてきたんだって。どこから？宇宙？それ言ったのおトイレ軍団だろ。たっかつくな。何の話？高架下の公園にさ、いわゆるファンキーな人が住み着いたらしいの。うちのクラスに酒井っていう女がいるんだけどさ、そいつがからかってその公園の住人が椎名の友達だって言ったわけよ。それひどいね。どうして？くるみ友達会いたいよ。やめとき、危ないよ、いろんな意味でさ。やだ、くるみ会いに行く。けど今日の戦闘はサンゴちゃんなんだよな。誰でもいいらしいんだけど。高架下公園って平気降りる途中にあるぞ、あれだよね。ねえ椎名さん、本当に会いに行くの？うん、くるみ行くよ。くるみちゃんは元気いっぱいだな。じゃあ付き合ってあげましょうか。サンゴちゃんを先頭にして、なんでサンゴを先頭にするかっつったら、単純にサンゴが一番面白そうだからなんですけど。夕闇坂のあの公園だね。えらい目にあった公園だわ。夕闇坂ってどっから行くのが近いのかな。鳥塚とか、まあまあ行ってきます。左に行けばいいのかな。子供3人に襲われたところだね。お葬式したところだ。
やばいってこの公園。あ、でも何もないよ。あ、なんだ。はいはい。あれ、奥に何かある。行ってみる。やめてみる。え、行ってみる。案ずるより産むが易しだよね。あ？なんだ。メロス、何やってんの？うわあ、なんかすごくない？これ、なんでキューキュー言ってない？何このオブジェクト。確かにこれは宇宙人感あるな。もしかしてパラボラアンテナのつもり？もしかしてここの住人って。考えないでおこっと。あ、ここまでなのか。ちょっとメロスを一旦外に繋いできます。はい、もう一回来ました。うわっと、すごい匂い。トイレ臭は仕方ないとして、何この鼻が曲がりそうな動物臭は。すごいな、匂いを嗅ぎ分けてんのかお前。あれ、でも誰もいないな。うわー、なんだ、ふわーんって言った。これ中どうなってんだろう。あれ、もしかして人がいるっぽい。やべ、早く帰ろう。え、なに、そんで終わり。あ、なんかドクンしてる。ちょっとドクンってしてる。この本とかは調べれないのか。帰りますか。なんなのこのパラボラアンテナ、怖いな。はい、ということで帰ってまいりました。ただいま。今日はシンプルだったな。ちょっと明日から忙しくなるんだけど。おやすみなさい。あら、読み込み入らない。じゃあ明日に行きましょう。あと29日。終わりが見えてきたのかな、これは。いや、でもまだまだあるな。3分の1、3分の2が終わったぐらいか。本日はでございます。なおくん。へい、三条ケイナー。おいっす。はーい、村瀬。三条は村瀬のこと、直子のこと好きなのかな。もうすぐ夏休みだよね。ところでまだ例のお散歩続けてる？毎日やってますよ、日課ですから。老後みたいな毎日送ってますよ。え、まあ、じゃあちょっと聞きたいんだけど、村瀬、新ひるみ大団地の工事現場の前通ったことある？あー、なんかわかるかも。うん、あるよ、僕ん家の近くだ。そうだよね、あの道、女子バスケ部のロードワークルートなんだけど。ああ、なるほど。最近あそこ走ると必ずと言っていいくらい誰かが座り込んじゃうんだよね。え、頭痛いとかって。わあ、匂いますねそれは。工事中はうるさいからね。いや、そういう話ないでしょ、失礼な。うちの新人はそんな山じゃありませんよ。だそっか、三条がコーチしてるんだもんね。それはそれで失礼じゃない、三条に。まあそれはいいとして、なんか他に原因があるんじゃないかなと思って。例えば工事で有害な粉塵が出てるとか。あー、なるほど。けどね、先輩に掛け合っても走る道変えてくれないんだな、これが。なるほどね、大変だね。一言、ほーんと、こんなんじゃ今年の新人戦ちっとも期待できないよ。どうするの？ずっと一言やなこいつ。だから今情報集めてるとこ。村瀬が工事現場についてなんか知ってるかなと思って。ごめん、ちっとも知らなかった。今度通ってみようか。ああ、それお願い、助かっちゃうよ。こんなことで助かるとか言うんだもの、絶対三条直のこと好きだよ。いいな、直モテるじゃん。工事現場の噂を手に入れた。あ、また話しかけちゃった。よろしくお願いね。オッケー、任しときな。この男、村瀬直樹に任しときなさい。はい、本日は2個とも行きます。まず公園の友達の噂は更新されてるから見るか。確かに誰か住んでるみたいだったけどさ、当の本人がいないんじゃね。え、でも人いたっぽくなかった？ねえねえ、サンゴちゃん、くるみ会いたいよ。じゃあ椎名、あんたが先頭。私ちょっとあの匂いはパスタな。って思うじゃん。今日もサンゴ戦闘なんだよな。工事現場の噂。
生徒たちの頭痛を引き起こす新ひるみ台団地建設現場の謎っていうかそれ女子バスケが単にしごきすぎなんじゃないの。しごきすぎ、ただの日射病ってこと。え、でもその場所なんでしょ。知らないよ。とにかく三女さんってあのズーズーしい人でしょ。あれをズーズーしいというかい。ほっとけばいいじゃんか。散歩のついでに少し通ってみるだけだよ。お人よしね、相変わらず。ちょっと三女に焼いてんだな。けど三女言ってたよ、三女だったら何か気づくかもしれないって。うん、ありがとう。バチバチしてるもんな、割とな。うちの直樹がお世話になってますぐらいの感じだもんね。工事現場のな、そう。工事現場って女子大裏の新王子線をまたぐ橋の辺だよね。けどさ、うまく忍び込めるかな。え、入るの。入らなきゃ中で何やってるか分かんないじゃん。一応不法侵入になるぞ。そこまでしなくてもいいよ。不法侵入なんていくらでもしてきたか今まで。じゃあなお本当にただ通るだけなの。そうだよ。なんだか中途半端だな。引き受けたからにはね、徹底的に調査してやれよ。探偵ナイトスクープぐらいやれよ。じゃあ本日はサンゴちゃん先頭で行きましょう。はい、また公園にやってきました。行ってみる。いるかな。それを見に行くんだよ。いるかい。あ、いた。お、何、くるみの友達。もう本当、やーべ、あー、ダメダメ、入ってきちゃう。今更新中なんだからさ。おお。ん、これはくるみの友達な。金庫だ。あるか。何聞いとるんだよ、あんた。金庫だるの子供かね。は？ん？見間違いだね。やっぱり地球人か。やめてよ、おじさん、怖いよ。とにかく今更新中で忙しい。地球人ならまた来なさい。これで終わり？ここまでかな。あ、更新中で忙しそうだ。何が更新ね。ぼーっとしてるだけじゃんか。ぼーっとはしてなさそうだけどね。相当更新してそうだよ、この感じは。じゃあ次の現場に行ってきます。はいはい、工事現場まで来たんだけど、この辺かな。けど別に頭痛はしないな。はい、すいません、中に入らないでください。チェ、あ、怒られちった。この通り。え、なんだなんだ。あ、くるみが。頭キーン。くるみ早く帰りたい。身内から頭痛が発生した。ですから何度も言ってる通り、規則なので私にはどうしようもないんですよ。ナルコ様にお参りさすと言ってるだけでしょ。ナルコ様、お邪魔はしませんよ。困ったな。諦めてもらえませんか。この通りですから。ほんのちょっとだけですよ。5分で済むんだから。ナルコ様っていうのが取り壊されそうになってんの、もしかして。ですから何度も言ってる通り、規則なので私にはどうしようもないんですよ。カードマンに言ってもしゃあないよね、本当に。ナルコ様にお参りさせてくれと言ってるだけでしょう。ああ、でもこれはループかな。おばあさん、おばあさん、こんにちは。おばあさん、すいません、ちょっと待ってくださいね。すいません、そういうわけですから。ちょっと待って、おばあちゃん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 、話聞かして、おばあちゃん。おめろっす。おばあちゃん、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 話聞かして、おばあちゃん。おばあちゃん、おばあちゃん、すいません。ねえ、あ、ねえ、おばあちゃん。ナルコ様って何なの？今じゃ誰も覚えとな。ナルコ様も切られてしまうはずだよ。おお、もしかして、木なのかな。すいません、切られるは木っぽいな。どうしたんですか。私、あんたは大丈夫みたいだけどね。私は耐えられないよ、この音には。あー、くるみも感じてるっぽいよね。キーンってやつだよな、多分。おばさん、すいません、おばさん、おばさん、もうちょっとお話できませんか。あ、もうこれで終わりかな。おばさん、おばさん、私たちと会話しませんか。あ、もう無理っぽいな。おばさん、
あ、公園の友達の噂は更新されてる。なんか思ったより理路整然としてるのよね、会話が。公園の噂の方ね。そうかな、僕にはちょっとポンポンに流れるなんか一つの物語を感じたよ。まあ何か間違っちゃってるけどさ。どの辺でそう思ったんですかね。ねえねえサンゴちゃん、クルミもお話ししたいのね。ああそうだ、シーナとあのおっさんってナチュラルで話せそう。そうだな、一回話してみるといいよ。ということで次はクルミの先頭だね。じゃあ今日はもうここまでなので、ちゃちゃっと今日を終えましょう。はい、ただいま。さあ今日は何か起こるかな。おやすみなさい。驚くほど何も起きなかったね。まあ、今回何か連れて帰ってきてる感じありましたわ。連れて帰ってきてました、すいません、適当なこと言いました。サンゴあんまり怖いのないんだよな。こないだのあのもう一人の自分とフュージョンしたのはちょっと怖かったけど。これあれか、カーのやつか。おはようございます、夏だしな。もう蚊出たら俺深夜だろうがコンビニまで殺虫剤みたいな買いに行って、どんな手を使ってでも殺すけどね。じゃあセーブしていきます。あと28日、あと28日。今日は学校パート特に何もないので放課後まで飛びましょう。よう村瀬。はい村瀬、ここを通りたければ俺たちを倒していけ。いいのか、倒すぞ。全員便器に突っ込んでやるからな。遠慮しとくよ。西君よくそいつらとつるめるな。村瀬せっかくだから倒しちゃえばいいのに。からかわないでよ。湯浅は西君に頭上がらないんだろうな。この学校この2年生を牛耳ってるの間違いなく西君だもんね。西くんの強キャラ感すごいもんな。これ山崎くんじゃない？いいよ。ああ村瀬、ちょいちょい絡んでくる山崎くん。もう夏休みだね山崎くん。最近おかげさまで暇だからさ考えちゃうね。自分が何のために生まれてきたとかそんなこと考えても意味ねえよ。西高行さえいれば俺なんかがここにいる理由そんなものなんかないんじゃないかってさ。だいぶセンチメンタルになってる。そんなに西君を嫌うことないよ。全く通じないやつだな。別に俺は嫌いとかそういうこと言ってるんじゃないんだ。嫌いなのよそれは。世間一般的には嫌いって言うのよ。俺の意味だよ、負けて生きや負けてるやつの生きる意味。ごめんよくわからないよ。なんなの勝ち負けって。ああいいよ。生きづらそうだな、こいつの行く末心配だな。競争社会でしか生きることを覚えてないのか、大変だぞ。あら、ケイナちゃん、一人珍しいじゃん。どうしたの？あれ、なんちゃいなんちゃい。ねえ、村瀬。何、付き合う？私、部活で後輩とか見てるから、他人の体調とか分かる方だと思うんだけど。うん。今日の村瀬、かなり重大だよ。なんすか？昨日変なもの食べたりしたんじゃない？最近飛行に走ったりはしてるけど。最近あんまり食欲ないんだ。ねえ大丈夫？相当きつそうに見えるけど。お、何これ、夏バテ？大丈夫だよ、気にしないでいいってば。え、何なんだろうこれ、なんかを示唆してる。お前もうすぐ死ぬぞって。ということで放課後でございます。工事現場の噂だけ更新されてるね。ちょっと見よっか。くるみあそこ嫌い、頭キーンなのよ。僕も。ああ、なに、なおも？サンゴ、本当に何も感じないの？何それ、私だけ鈍感みたいじゃない。あの道、騒音もひどいけど、変な音がするんだ。猫よけ？キーンってエレベーターに乗った時、みたいな。エレベーターに乗った時、気圧の変化？あの音、何なんだろう。工事現場の中から聞こえるみたいだったけど。猫よけとか相当、イーってなるけど。やっぱり怪しいのは中か。ねえなお、忍び込んでみようよ。おばあさんがいなくなったからきっとガードマン夕方には帰るよ。あーなるほどね、夕方に行けばいい感じだ。じゃあ本日はですね、くるみさん先頭でまずはお友達に会いに行きましょう。
お友達に会いに来ました。あ、いる？お、いるね。今日おとなしいじゃん、お友達。あ、とっても臭いマンだよ。うわ、言うね。あ、なに、つんだけ？こんにちは。ん？む？むむむ？なんと、おうおう、よく来た、カプラス構成系の同胞よ。カプカプ、おっさんのら？ああ、そうじゃない。ああ、そうなんだが、違うんだ。ここは再会に感動するところなんだよ。くるみはね、感動したところを書きなさい。っていう宿題が嫌なのね。そうかそうか、確かにカプラスの同胞だ。我らカプラス星人は他人から物事を押し付けられるのをとても嫌うからな。大体の人間そうでしょ。ああ？ところで同胞よ、何か食すものは持っているかね。何するもの？食す、食べるものだよ。再会を祝うために、そしてちょっとした秋隙腹を満たすためにだ。うん、だったらチョコは？チョコチョコチョコ、はい、あげる。その高貴な態度、ひょっとしたらあなた様は、いや、そんな、まさか。あの、学校であった怖い話の風間とか、年取ったらこんな感じになるのかな。カプカプ同胞よ。あ、終わっちゃった。あれ、どうしたの？ああ、やっぱり間違いない、高貴な人間。あなた様はカプラス星クラム王朝第三王女ボン姫様だ。うん？お姫様、一緒に母星に帰りましょう。帰るの？やだ、まだクルミ帰んなくていい時間だもん。いけません、みんな姫様の帰りを待っております。ねえサンゴ、なんかすごい話してるよ。あたし知らない。今週中にはきっとカプラスの仲間が来てくれるでしょう。残念ですが、この星はもうダメです。キンコダールの侵略は致命的な域まで達しました。マジで風間じゃねえか。姫様の住むべき場所はありません。やだ。そこをどうか。やだ、やだ、やだ。姫様、さあ本当の故郷に帰りましょう。くるみ知らないもん。知らない。ぷい。これで終わりかな。あ、終わりっぽいな。終わりっぽいな。こんだけ？ちょ、忙しいからさ、終わりっぽいな。じゃあ、次の現場に行ってきまーす。頭キーン。なんか音してるもんね。いろ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 って。くるみ、早く帰りたい。逃げ出す？いや、頑張っていきますよ。ここにいる。くるみ、早く帰りたい。まあ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 、そういうな、そういうな。現場に入れるんだぜ、今なら。行くっきゃねえよな。ここの奥、キーンなのね。音の先を探す、行ってみる。ダメだけどね、どう考えても。ダメ、絶対の部類ですよ、この勝手に工事現場に入るっていうのは。マジで怒られそうだよな、工事現場に勝手に入るって。普通に警察呼ばれる案件だよね。あー、これか。なるなる、なんとか様、くるみ、ここ嫌い。これは、あ、なんか調べれる。わあ、音が、キーンって音、ここからする。なんか埋まってんじゃねえの？なんだ、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 なんだ。これはまずいことが起こっていそうですが。うるさーい！あ、やんだ？あれ？シーナ、どうしたの？わかんない。あ、これで自由になった？いやー、でもこれどうすんの？現場的にこれ壊すの？これ壊したらえらいことになりそうじゃない？マジで死人出るやつ系の工事現場じゃんこれ。いやだろうな、実際なんか工事引き受けてさ、はい、ここが現場ねっつって、こんな鳥居とさ、やばそうな切り株あったら絶対関わりたくないよね。この現場はちょっとうちじゃーってなるよね。なんか更新されてる？あ、公園の友達の噂は更新されてる。くるみ、あのおっさん嫌い。あら、家帰らそうするか？お散歩してるのに帰れって言うのよ。
ていうかちょっとヤバくない？完全に妄想の世界でシーナのこと認識してたよ。ねえサンゴ、おじさんにちゃんと説明しようよ。シーナさんはボン王女とかそういうのじゃないって。私はサワラの神にってやつだと思うけどね。うん、俺もそう思う。完全にその類だよ。じゃあ今日はここまでだね。帰りましょう。はい、ただいま。ただいま。なんか変化はあるかな？先に宿題済ませちゃいなさい。一緒だな。長らく一緒だね。お、ちょっと違う。見張られてる。いやでもお母さん大変だな。自分の幸せってなんだろうって思っちゃいそうだよね、こんな生活してると。おやすみなさい。何か趣味とかあればいいんだろうけど。お母さん大丈夫かな？強く生きてね、読み込みチャンス。もうこれは入ってきちゃう感じかな。おっさん。あーでもこんだけシンプルなやつだったな。でもだいぶおっさんの侵入許してるけどね。じゃあセーブしていきますか。